一応ね、視界のあるネタの仕事しますよ。ネタの仕事、うん、なんとかで冷たい心、そう、あの冷たい心じゃないんだよっていう、最初は小さい声でささやくように、そう、次は冷たいっていうと、そのギャップをですね、なんでやると上手に聞こえるという。じゃあ皆さんに行きますよ。いきますか。じゃあアンコールにお答えして、星影のワーツ一緒に歌ってください。はい。お客さんじゃなくなったような気がしますので。